流放漁港先いただき第1.2号トンネル竹南鎮は台湾の愛国県の鎮。竹南鎮では低成功時代から時期からすでに肝心が平ら補足の間に雑居していた。肝心による竹南開拓の記録としては1711年に筑田人の長木上げが海口交換後の交換里、使用館前の開源里を設置したことから始まる。 1723年、淡水町は中港省を設置した際には、各地の村落がすでに原型が成立していたと考えられている。同行年間中期になると竹南は貿易により大いに発展をし、中港は台湾北部の重要な拠点となった。しかし皆豊か年間になると、突然大砂丘が出現し、家屋、電磁の大半が埋没してしまった。 1786年になると、中校舎が、現在の中港里に移転してからは、竹南地区の人口は増加を見るようになり、中港旧街が形成された。早期の竹南はこの中港社を基礎に発展した。漢人が大量に入植すると、原住民と小ざく契約が結ばれるようになり、周囲の農地が開発された。しかし鉄道が開通すると、 商業の中心は竹南尺に移り、中港保三角天送と称さるようになった。1920年に、旧保命を取り三角天外から竹見のみと、改称された。旧先頂神社遺跡中港寺広志宮、水越孝一、四軍の区域証拠その所在地並み外省の証拠、等について、台湾地報第16項、大正9年14、141ページ。 ありがとうございます。